花月嵐、11月、12月の期間限定ラーメンは、全く異なる2つの本格博多豚骨ラーメンを2ヶ月連続でお届けします。ラーメンプロデューサー広瀬香美こだわりの博多豚骨ラーメン、博多ラーメン香美。今回登場するのはその第1弾となる博多ラーメン香美、美味すっきり味、最後まで飲み干したくなる絶品スープが特徴です。このラーメンの開発にあたって広瀬さんが意識したのは、博多豚骨ラーメンの大人気店、ラーメン健太。ちょっと、我がライバル健太完売。そのラーメン健太の横尾健太店主に博多ラーメン香味を試食していただきました。腹減った今日はラーメン一杯しか食っとらんで。広瀬香美さんはもともと福岡なんで、まあ、ラーメンはもちろん豚骨ラーメンで育ってきたっておっしゃってたんで、まあ、好きなのは分かってはいたんですけど、まあ、まさかコラボするとは思わなかったんでびっくりしましたね。お、お、やりようですね。やりようですね。うん、飲んだ後とかにさらっと食べれて、まあ、喉もシャバい感じ、旨味強くて、でその分温度が熱い、すごいシンプルなラーメンですね。すごく美味しいです。普通にありきたりなラーメンかなと思ったけど、結構本格的なラーメン。いただきます。お、こっちの方が頭多いんですね。そうですね、はい、あ、いいと思う、めちゃくちゃいいと思う。ちょっと強めた感じ。よう作りましたねありがとうございます。イメージとしてはなんかこってりっていう、ほんともっとドロッとしてるかなと思ったけど、そういうわけでもなく、ごちそうさまでした。僕が、イメージしてたこってりはもっと本当明らかにドロッとしてるイメージがあったんですけど、そういうわけじゃなく、本当あの福岡の屋台で食べるような、もちろんこってりはしてるんですけど、ドロドロしてない。これもすごく食べやすいです。これも飲んだ後とか癖になる味だと思います。美味しい。じゃあ広瀬さん、お久しぶりです。この間は、スズ君と一緒にうちの店来てもらってありがとうございました。今回花月で、香味ラーメンっていうコラボ企画、おめでとうございます。どちともすごく美味しかったです。福岡の味ですね、これは。私もいっぱい食べきますんで、またうちの店にも遊びに来てください。バイバイ。博多ラーメン香味、美味すっきり味、ただいま絶賛発売中。そして次回12月4日水曜日には、博多ラーメン香味超こってり味が登場します。こちらもぜひご期待ください。